こんにちは。おはんにちは。おはようございます。本日5月8日、何曜日だ。金曜日だ。金曜日だよ。そうだ、あの早朝に早々なんですけど、明日の予定はこの前のあの休みの日といいかな、一昨日と同じでいいかなっていう感じなんですけど、なんかあの一日ほとんど2週のやつ。はるかさん、はるかさんおはようございます。そうですね、ちょっとね、なんか本当に申し訳なくて、昨日も私のせいでちょっと配信がね終わってしまったんですけど、そう、ちょっとあの時間をね2分間違えてしまって申し訳ないです。とかあの昨日のやつちょっとあまりにもおかしくて、すごい最終枠をなんか2週3週してもらいたいのに、その6分にしてしまってた。6分っていうかその投げる時間がめちゃくちゃ短かったんですよ。だから星集めしてる途中で私の配信が切れて終わっちゃったみたいな人もいると思うから、本当にごめんなさい。ちょっと気をつけますね。でそれを改善して今日のやつがまたちょっと若干違うんです、昨日と。あとあの星集めに30秒かかっちゃうからさ、そこの時間合わせのためにさ30秒ずつ動かしてたの。なんかねお昼頃から1分くらいにしたのかな。そう、あそうそうそうだそうだ、余裕をちょっと持ったので、そこであの時計のズレをねなんとか戻せないので、時計がだからはいずれないようにお願いします。そうだよね、昨日結構そうだよね、モーニング、おはようございます。今日も朝からね、皆さん早起きどうですか。ここ何日だ、私初日から、あ初日は17時からだったから今日が5日目だから4日間連続4時台に起きてみてどうですか。最終よりは慣れてきた。おお。でもさ早いよね。もう私は何？もうとにかく配信をするために起きてるけど、みんなはさこう捨て星をカク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 各自それぞれやる。ために起きてるじゃん、なんていうの、そのだからそういうことです本当に本当に春日村の朝は早くて皆さんありがとうございます。大丈夫かな、あのこのイベント期間終わったらゆっくり寝てほしいのと、明日はね多分あの土曜日なのでお仕事とかねお休みの人が多いと思うので、あの配信と配信の合間とか星集めしてない時間とかはねゆっくりされたりするのがおすすめです。もずく流に出ます、本当に言ってる？え？
りあえず一睡一睡できなかった。かわいそう、寝て。一週間利用ありがとうございます。この枠29分で3週プラスカウントなので、2週目3週目もよろしくお願いします。やっぱね、そう3週大事なのでお願いしますお願いします。朝だー、今日も長いぞということなので、はるかも合間に宿題をやったりだとか、あれをやったりこれをやったりね。コーヒーが手放せません。大変じゃん、コーヒー手放せない。コーヒーで本当に目って覚めるの？でもなんかカフェインが入ってるから眠りにくくなるとかあるよね。シキッとなりたい時は何か飲んでますか？いや飲んでないですね。音楽聴くとかじゃないですか？こうすごいやる気の出してくれる音楽とか。だるまさんありがとうございます。朝早いね。そうなんです、イベント期間中なので。でもさ、こう普通の別にイベント期間中じゃなくても朝配信とかしてるメンバーいるじゃないですか。多分そのみんながなんかお仕事行く準備とか朝ごはん食べてる時とかにやってるメンバーとかいるけど、きっとその子たちも、まあ、4時台ではないと思うけど5時台とかに起きて準備してたりすると思うから、そう考えるとはるかのこの1週間4時台起き生活はそうね厳しいものでもないし、すごくすごいことをしてるわけじゃないので。しかも私は家にいるからさ、みんなはお仕事とかもそうだから大変だろうけどね。星拾う場所がない。そうなんだよね、今もうほとんど。どうだろう、誰かショールームやってるのかな。アイドルあんまり一般の方があれですかね。本当だ、でもいるんじゃない。でも星のところが少ないのか、なんか葉っぱの芽みたいなところもあるよね。甘酒飲みました、よかったです。確かに2週目からちょっと苦労するね。じゃあと今日もね、あの一周5分配信を設けた。もう、5分のこの配信が昨日割とポイントがたまってよかったので、なんか一周だと確実だし、5分間他のルームに行く必要がないから、その配信が始まるまでに時計を合わせながら10時33分からの開始で星を90まで集めてもらえれば。すごいね、5分枠はね割といい方でしたので。そうなので、よかったらよろしくお願いします。最近はすごいなんかメールの返信がなんかみんなバリエーションがあるなと、なんだろう、人それぞれな感じなのが読んでて面白いです。なんかちょっと前までは
私がその答えをの何選択肢を絞るようなメールだったからあれでしたけど、何言ってんだろう私何言ってんの。はい、そうですね、すごいみんな優しい言葉をかけてくれたりしてて嬉しいのと、でもこうなんだろう、村民のみんなのこの何団結力を高められているんではないかとも思いますし、まあちょっと私の力不足な点がね多々あり申し訳ないことはあるんですけど、そうですね、あとやっぱりそうですよね、ファンの方の数を私は増やすべきです。いくらみんなが頑張ってくれたって、みんなが全力で頑張ってるファンが多い人とみんなが全力で頑張ってるファンが少ない人だったら、それファンが多い人の方が強いんでね、私も皆さんになるべく負担をかけないようにこうもっとファンを増やすという活動を頑張っていきたいと思いますテンションが下がってゆく大丈夫です、私多分もう朝の記憶は昼には飛んでるので終了、少し寝ます、お疲れありがとうございます。このモード毎回やるよね、すみませんお付き合いくださいそれは永遠のテーマです、確かにそれはそうかも、確かに今何年もやってる先輩ですらそういうことは思いそうですね、どうなんだろう、なんかでも確かに5時45分までですね、私今日はまたタイマー成功したんですよ、なんですけどこのぐるぐる時間があるからどう何とも言えないけど、もうちょっと昨日みたいに途中で終わっちゃうよりかはよりかはその予定時間より早まるより遅れた方がいいんじゃないかなっていう感じなので、1秒早まるんだったら1秒遅れるみたいな方がいいですよね、きっと。タイマー失敗しなくなってね、そうなんですよ、タイマー失敗しなくなってちゃんとできるようになったんです、ありがとうございます。最新目回収行ってきます、ありがとう、補佐爪行ってきます、ありがとうございますフフ集中しました、そうよ、ほら三振目星集めてきます、ありがとうございます、途中で切れて笑って、ちょっと私もびっくりしちゃって、待って切れたって思ってイベント期間中でこう何時間までっていう、何時間の配信でっていう設定があって、でも私21時までだけどまだ21時までじゃなかったんだよね、50まだ4分とかだった、50そうそのくらいだったんですけど、なんかあれなんだね、私のイメージだと私の予想ではこの横にあるこのビズの酸化のやつがパッて消えるだけかと思ったら配信ごと消えるんですね一回そこで配信ごと消えちゃうんだって感じですね、すみません、びっくりしたと思うんですけど、びっくりしたし、こんなことある、こんな一日の終わり方ある、もっとなんか
明日も頑張ろうぜみたいな余裕ないんって思った方多いと思うんですけど、あ、取り残された感が見事な切れっぷりすみませんびっくりしましたよね。私も同じなんですよ。申し訳ないです、私のせいなんですけど、まあ、それ自分のせいでやってんだから反省せって感じなんですけど、反省してます。ただね、あの、私もびっくりしたの。そう、配信ごと切れるなんて思ってなかった。そうなんです、多分昨日の、そうですね、終わり方で明日も頑張ろうっていう風に思うのは難しい配信だったと思うので、はい、そこはまあ正直に。だからあの、今日はブチッといかないような配信を目指していきたいと思います。宣言しました。はい、ですよね。終わり方はすごく大事だと思います。終わりよければ全てよしっていう言葉があるのと同じで、同じっていうかもうそれでしかないよね。終わりが悪すぎたそうね、あの、切れてるってこと、私も最初はもう、うん、30秒くらい気づかなくて喋り続けてたから、何の話してたんだっけ、ランドセルの話をしてたんだっけ、あ、それはその前の話かな。なんかね、全然イベントと違うことを言ってたから、あの、別にイベントと違うこと言っててもいいんだけど、なんかそのイベントの話でもなく、なんか他の話をしてる時に、しかもその話をこう最後までしてるわけでもなく、オチもない、まだいつ落ちるのかなみたいな感じの状態でプチッといったのでね、衝撃でしたね。なんかすごく喋り残した感があって、うん、反省してます。ハートありがとうございます。あ、若干失敗した、そっか、でも全然 2.5 周してくれたってありがとうございます。星は大事だ。いや、でもすごいよ、ちゃんと星投げしてくれてるなんて。だって私だったら、まあ私はそのアイドルのファンとかじゃないからあれだけど、私がファンの人だったら、なんかこう星投げい、うん、まあ推しのためならって思うかもしれないけど、推しって言っても私だからね。そうなんですよねねえ、ハートありがとうございます。なんだろう、もっとさ、こう引き込まれるような魅力を持ってる子っているじゃないですか。来たよ、おはよう、ありがとうございます。トークが確かに、ちょっと待って、私ってなんでこう朝テンションがさ低いんでしょうなんだろう、この眠いからなの、そういうわけじゃないと思うんだよね。別にまあ眠くないことはないけど、なんか9分です、あと8分30何秒とか。朝からテンションが高くても低い、あ、そうなんだ。私、うん、一時期テンション高いキャラで行こうとしてた時もあったから、
もうちょっと自分には合わないものもあるんだなって。私そうなんです、何でもなれると思ってたんですけど、そう何でもなれると思ってたけど、やっぱりテンションが高すぎるキャラは向いてなかったマジな話、すごいキャラとかやめてごめんなさい。ですよね。私はそんなハイテンションではないけど基本的にポジティバーであります。ポジティバーだし、目の前のことがダメだったら割とすぐ次のことを考えます。なので皆さんもそんな感じでついてきてほしいなと思いますね。毒は吐くキャラは、私は毒は吐かないです。メルヘンなことを言います。はい、ふわふわですね。引きずらない、引きずりはしない。なんかすごくその時にその時その時でめっちゃ考えて自分を追い込むことはよくあるんですけど、でも次の日になったらどうでもよくなるんですよ。なんかそうなの。だからでも今までそんな人生経験が浅いので大変なことにそんなに直面してこなかったのもあると思うけど、皆さんはもう私なんかよりもう何立派な人間をとして生きられてるというか、だからまあいろいろあったらいろいろあったんだと思うけど、私はそんななんかこうすごい皆さんのおかげでもあるんですけど、そんなにそう難しい世界で生きたことがないので大変っちゃ大変なこともあるんですけど、そうなんかあんまりそうですね、そんななんか語れるほどの大変なことに直面したことがないから何とも言えないですけど、切り替えは早い方だと思ってますはい、いや大人って大変だよね。最近なんかすごい思うんですよね。子供って言ったら子供だけどねえ、ぼーっとしてたら時間はすぐに過ぎちゃうから、帰ってきたの重い話そんなことないです。今切り替え早い方がいいよねっていう話してました。切り替え早い方がいいよねっていう話だけど、私はそんななんかみんなみたいな大人の人の前で語れるようなそんな深い経験はしてないので、あんまそんな深く偉そうに語れないですけど、でも切り替えは早い方がいいよねっていう話です。なので重そうに見えて私そんな重い話をしてるつもりはなくて そうです、ポジティバーな話をしてますね。同じ世代よりはだいぶ大人、それはそう、それは自分でも自負しております。こう私ごときが言うのもあれですけど、
うん、小2くらいで人生について考え始めて、まあその時も本当の何すごい大切なことには全然気づけてなかったけど、第一次人生について考える時期、そして今が第二次人生について考える時期ですね。まあ、第二次の方が成長した感じはありますけどねえ、でもなんかわかんない、この小学生の時に自分が子供だってことに気づかずに大人な考えを持ってしまうみたいな、でももう私は小2じゃないんだ、なんだろう、ずっと小学生でいられたら気が楽だったのでしょうか。この数日中に小越遥香ちゃんの、小越遥香ちゃんって勝手にフルネームにしちゃった、遥香ちゃんのイメージ変わったよ、いい方に変わったのでしょうかね、どうだったんだろう。ハルルンランドセル似合いそう。そうなんですよ、自分でも好きなんですよ自分のランドセル姿。いやそんな別に最近毎日こう担いでるわけじゃないですよ、全然もうそうですね、物置にしまったかな。ランドセルコスプレしてね、そう私もランドセルのコスプレがしたい、そうなの、ランドセルの色はピンクです、圧倒的に。もう私の代からねランドセル改革が始まった感じだったんですけど、仕事に行ってきます、頑張ってください。あ、1分前だって、ありがとうございます。本当だ、あと40秒くらいですかね、今日はいいスタートが切れた、よかった。ということで皆さん今日もお仕事頑張ってきてください。と星投げお付き合いいただける方はぜひ星投げとカウントよろしくお願いします。次の配信は7時27分からです。星投げの時間をそうですねぴったりにお願いしたいところです。ありがとうございました。